ビクトリア・ユリエブナ・ムローバは、ロシア出身のバイオリニスト。モスクワ近郊、ジュコーフスキーの出身。地元の音楽学校を経て、モスクワ中央音楽学校に学び、モスクワ音楽院で、レオニード・コーガンに支持。1980年に、ヘルシンキでのシベリウス国際バイオリンコンクールで、1982年に、チャイコフスキーコンクールで優勝。1983年に、 フィンランドでの演奏旅行中に伴奏者のバーフタングジョルダニアと共に亡命を図りソ連の所有するストラディバリウスをホテルに残してタクシーに飛び乗り国境を越えたスウェーデンで政治的保護を求めるがアメリカ大使館の開く週明けまでホテルに滞在しているようにというのがスウェーデン警察の指示であった2日間2人は偽名で ホテルの室内にこもり、受付に出ていくことさえしなかった。西側永住後、ウィーンフィルハーモニー管弦楽団や、モントリオール交響楽団、サンフランシスコ交響楽団、バイエルン放送交響楽団など、世界の主要なオーケストラと共演している。エイジオブエンライトメント管弦楽団やオルケストル、レボリューショネル・エロマンティークといった、小楽器オーケストラとも共演しており、 全社では指揮者も兼ねた。1990年代半ばからムローバーアンサンブルを結成して、イタリアやドイツ、オランダで演奏活動を行い、バッハのバイオリン競争曲を録音した。多くのバイオリン競争曲やバッハ作品のほか、ポピュラー音楽やジャズにも取り組み、デューク・エリントンやマイルス・デービス、ビートルズなどの録音がある。 小沢政治の指揮するボストン公共楽団と共演した最初の録音はモントルーのディスク大賞を受賞。1995年にはアバド式ベルリンフィルハーモニー還元楽団とのブラームスの競争曲の録音によりエコークラシック賞とドイツレコード批評歌賞並びにレコードアカデミー大賞をアンドレ・プレビンとハインリヒシフトの共演によるブラームスの ピアノ三重奏曲第一番の録音により、ディアパソンドール賞をバッハの無伴奏バイオリンのためのパルティータの録音により、グラミー賞にノミネートされた。夫であるチェリストのマシュー・バーリー、息子ミーシャ、二人の娘であるカーチャ、ノディアがいる。なお、ミーシャの父親は指揮者のクラウディオ・アバド、カーチャの父親はアラン・ブラインド、ノディアの父親はバーリーである。 1723年製のストラディバリウス、ジュールズ・フォーク。純バロック様式の弓を用いている。バロック音楽の演奏会では、別の小楽器がダニーにも使用している。ありがとうございます。